つぼいのつぼです。はい、さあお便り、いろんなお便りがありますが、小出ブー子さんからいただく、おでブー子さんから小出と呼んであるか、おでブー子と呼ばなきゃ、はい、という方からいただいておりますけれども、皇太子ご夫妻のオランダ訪問が決まっりましたねということですね、はい、雅子様にとっては10年4ヶ月ぶりの公式訪問となります。今回オランダ訪問を決断された背景には、7年前ご一家を西洋に招いてくれた王室の慶事に参加したいと、雅子様の強い気持ちがあったという。私は雅子様の体調がいいので、同行前向きにギリギリまで出血を考えていたんだと思います。それにしても先日の風岡範之宮内庁長官の早期決断を求める異例の発言はとても冷たく感じましたということで、うんうん、この一枚にかなり集約されておりますね。現在のこのご病気の様子、はい、それからオランダと、それから今の雅子様との関係、そして周りを取り巻くところのこの宮内庁の今の雰囲気、はい、いうものがこれなんか全部ここに一枚に凝縮されているようですね、うん、そうですね、うん、ちょっとお便りご紹介して後にちょっとお話もいきますけれども、これ田中信さんからもいただいておりますが、久しぶりのオランダ訪問ということでありましてね、もう体調が気になりますが、どうか良き思い出を作ってください。シルバーポンタさんからもいただいておりますが、ニュージーランド、オーストラリアを訪ねられて以来の11年ぶり、はい、さらには友和さんからもいただいておりますが、オランダのアレクサンダー皇太子の新国王即位式に出席が決まりました。目的はそういうことですね、はい、山田区木材よいしょさんからもいただいておりますが、ネットニュースに出ておりましたが、雅子様は先日末に東京駅で不審者に罵声を浴びせられ、その男が取り押さえられる騒動があったそうです。その時身の危険を感じ、愛子様を自分に引き寄せたそうですが、ひょっとするとそういう恐怖体験でまた病状が悪化するのではないでしょうかねと、まあ、こんないらんこというやつがおるんですよね、うん、まあその他こちらの方、主婦山主婦子さんからもいただいております。ピンピンダラリンさんからもいただいております。大沢幸子さんからもいただいておりますけれども、パパイヤさんからもいただいております。そしてペーペーさんからもいただいております。早く雅子様の笑顔を拝見したいですね、はい、ということでありますが、さあ先ほどの話、うん、あのオランダというところですよね、はい、これがね非常に前回行った時にも大変よくしていただいて、心の安らぎみたいなのを感じた。ご公務自体は11年ぶりということなんですけれども、うん、その後にあのご静養っていうことで、うんうん、あのオランダに行かれて7年前かな、うんうん、でその時に非常に良かったらしくて、うんうんうん、あの印象もいいと。今小和田さんお父さんもオランダにいらっしゃる、そういう関係もあるわけですね。だからやっぱりこうギリギリまで悩んだっていうのは、もう大変だったらまあめんどくさいからやめちゃおうかってやめちゃえばいいんだけど、うん、そうではなくて、やっぱどうしても行きたいっていう雅子様のご意思みたいなものはあったんでしょうね、うん、ここまでギリギリまでこう検討するっていうのは。こういう話題はあんまり私たちは詳しく普段は言いませんが、なぜかと言いますと、私が載っているというこの週刊誌のところにちょうどこのその記事も載っておったもんですから、もう今読破しました。私詳しいよ、何でも聞いて。それからさっきのその風岡さんとの関係とかね、冷たく感じましたというのありますよね。これはですね、その7年前のご静養の時に非常に雅子様にとってその静養っていうのが良かったものですから、お医者さん側もこの雅子様やっぱ海外のご静養どうだってことは今まで何回も提案されたそうなんです。この7年前の時に、うん、オランダでですね、こうプリンセス雅子の病気の原因は宮内庁の古い体質にあるなんて、うん、新聞が海外の新聞がわーっとこう、はい、書いたものですから、はいはい、ここに宮内庁のせいにされたら困るってことで、うん、雅子様もまた西洋とか海外に行くと、うん、こういうことを書かれては困るんだという宮内庁の意思が働いて、今までのそういった提案は全て却下されたり、うん、今回もなんかその雅子様が海外に行くことは非常に嫌だなみたいな、否定的だという、うん、そういう立場にあるのはそこに原因があるって書いてある書いてあるよ。やっぱ無駄にせんね僕らね。たまたま私が乗ってるいうことでスタッフが買ってきてくれましたけど、女性自身は最後はですね、うん、10年涙の戦いを続けていらっしゃる雅子様、うん、宮内庁の妨害にくじけず回復の道を選んでくださることを切に祈りたいとか。この週刊誌は完全に宮内庁の敵にしてますね。それは雅子様の味方やわ、女性自身。あ、女性自身やからね。私もようわかるわかる、頑張って雅子様いう気持ちになってきた。ああ、はい、ぜひまた皆さんも買って読むとか
美容院で読むとかいろいろまた坪井さんの記事読んでね、坪井さんあそうそう写真載ってるからね、そういうことでございます、はい、先そっち読んでください、はい、お便りもこんな風にガッツ一物さんからもいろいろいただいておりました。